ましたけど、最近の話を、したいと思うんですけども、先日地元の友達と一緒にいてですね、ちょっと地元の友達が映画を見たいと言っててですね、何の映画見たいのって聞いたら、もうドラえもんが絶対見たいと言ってですね、まあドラえもんもじゃあまあ見てもいいかなっていう感じもあって、まあ、2人で車で向かっててですね、まあでもその映画館行く前に YouTube とかで見てドラえもんのね予告編見て自分のモチベーションも上げて、予告編パート5ぐらいまで見ましたね。一等やろう2人でドラえもんちょっと気持ち悪い部分もあるんで、そんぐらいちょっとモチベーション上げてまあ行って、まあ言ってもね、そんなドラえもんの映画なんでそんなにまあっていう感じ見てたんですけど、終わった瞬間ドラ泣きです。もうほんといい話、もう MVP はね、静香ちゃんのパパですね。まああれちょっと内容言ったらちょっとまだ見てない人に失礼なんで言えないんですけども、ほんとにいいパパ、ドラえもんもノビタも良くて、ジャイアンもスネオももういいキャラしてましたね。ハロウィンドラえもんのコスプレもいいかもしれないですね。意外と、まあ、ぜひ最近映画館に見に行ったという、話でした。それではここでラジオネームゆうちゃんからいただきました女性の方です。今市くん、こんばんは。こんばんは。ラジオ毎週楽しみにしてます。最近涙腺が弱くなってきていて、ドラマなどを見ていてもすぐ涙が出たりします。今市くんはテレビを見ながら涙流したりしますか、というメッセージなんですけども、そうですね、最近っていうかこれも J ソウル入ってからすごい泣くようになりましたね。なんか多分 J ソウルに入っていろんな感情豊かになって、感受性豊かになってだと思うんですけど、最近泣いたのはこの前ニューヨークに行って帰りの飛行機で映画を2本見たんですけども、1本目がジャッキー・チェンの最後の作品、ポリスストーリーの新ポリスストーリーが分かんないですけど、今までポリスストーリーシリーズあるんですけど、それの、まあ、タイトルの同じなシリーズで、まあジャッキーが最後の作品みたいな感じで見たんですけども、結構心理的な映画になってて、最後犯人誰なんだろうみたいな感じだったんですけども、でも最後まで見たら超涙ボロボロ出てきてね、ジャッキーもやっぱかっこいいですよね。でも自分は元々のちょっとコメディアンっぽいジャッキーが好きですけどね。はい。とか、あとは最近コミックを見て泣きましたね。キングダム。キングダム最高っすね。見てます？キングダム。見てますよね。あ、梅ちゃんは見てないですね。最近キングダム見て、あと、進撃の巨人も最近ちょっとベタなんですけど読み始めて、ちょっと泣ける部分あってずっとうるっときますね。すげえ泣いてますね俺。そうなんです。だから最近結構泣いてますね。はい。というわけで、皆さんメッセージありがとうございました。番組では